はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では続きをやっていきましょう。ミリシャという組織があるみたいなんで、もう完全に、ここのゲートはロストマウンテンですねマウンテンキューブ。まあ多分ターン A が仲間になると思われるような、もうフラグがめっちゃ立ってますけれども、とりあえずあれ穴に落ちたけど一瞬で戻ってきたからまたこっからか。まあ、サクサクちょっと進んでいきましょう。こっからどうすんだ？こっちか。洞窟は特に探索するようなところではなかったってことか。あ、洞窟の入り口っぽいのがある。レベルアップ。ヒール1回じゃもう全回復しないし、こっち調べる。奥もあるな。どうしよう、ちょっと奥ちょっとだけ覗いてみよう。ん、だいぶ奥いけんな。カメレオンがめんどくさい。マシンキャノンめっちゃ当たったぞ今どっちが正解なんだ。このままちょっと進んでいきますか。お、なんか始まった。ガサ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 。道端の茂みから物音がする。なんだ。すると突然何かが飛び出した。カネゴンじゃんお前は。僕だよ、カネゴンだよ。なんだよ怖い顔して。僕怪しいものじゃないよ。なんだ驚かせやがって。え、何、カネゴンとは友達なの。驚いたのはこっちだよ。この世界はおっかないやつばっかりだからさ。ここで何をしてたんだ。ハサミの怪人から頼まれちゃってさ、お金くれるって言うから僕引き受けたんだ。ハサミの怪人？キャンサーの子とか？一体何を頼まれたんだ？なんとかスイッチってやつを探してこいってさ。敵はアストロスイッチも探しているのか。それにしてもさっきの広場は惜しかったな。あそこには絶対何か埋まってると思うんだよな。何があったんだ？聞いてくれよ、ひどいんだぜ。僕が先だったのにミリシャとかいうやつらが突然横からやってきて僕のことを追い払うんだもん。ミリシャ、その広場はどこだ。もしかして手伝ってくれるの。よし、案内するよ。こっちこっち、この先、この道を先に進むんだ。普通にこのまま行けってこと。洞窟も気になるけどな。まあとりあえずこっちへ行くか。よし、これはゴリ押しだな。あれ、逃げ出した逃げるんだ。ヒールと。うん、ちょっと広、あーやっぱりな、広場っぽいの出てきたと思ったらここだ。派手に掘り返されてるな。ミリシャはもう引き上げたのか。チークショー、
何かいいもの出たのかな、気になるな。カネゴンは掘り返された後を調べ始めた。あ、お金だ。お金？見せてみろ。見せるだけだよ、取らないでよ。ほら、これはセルメダルだ。なんだ、よく似てるからお金かと思ったよ。じゃあここはもういいや、またな。ミリシャが何を発掘したかはともかく、そいつを基地かどこかに運ぶはずだな。来た道には誰もいなかった。ならば反対側の道を行ったというわけだ。とにかく進んでみよう。おお、危ねえ。ボス戦にはならなかったっすね。カメレオンゾディアーツ。カメレオンゾディアーツ早いな、攻撃が。こっちかな。お、これはショートカットだからまた進んでいくか。ん、こっちはなんかすげえ怪しそうなところだけど、そうでもねえか。キングオブハートの実力を見せてやる。よし、これはもうご了承いこう。なんかいけるな。あー、しまったー。またもう進んじゃうよね、これ。前方にモビルスーツがいる。コンテナを運送しているようだ。あ、これカップルじゃん。あのモビルスーツどこの所属だ。カップル発掘って言ったってセルメダルばかりじゃない。フラットのやつ、こういう仕事は私に押し付けて。見つけたぞ。お、クロスボーンのモビルスーツだ。ミリシャのカプルだな。あ、あんたたち、クロスボーンバンガードのエビルエスね。うわぁ、ミリシャのモビルスーツ襲われてんのか。キャー、抵抗しないなら命は保証しよう。いやよ、あんたたちに捕まるぐらいなら死んだ方がマシよ。良い心掛けだ。ならば我々も心置きなく貴様を始末できる。そこまでだ。なんだ貴様らは。目の前で女性が襲われているのに素通りしろっていうのか。カップル見ただけじゃ男性か女性か分かんなくね。偉そうなこと言いやがって。貴様らから始末してやる。おお、かっこいいエビルエス。ただこっち結構減っちゃってるからな。どうしよう。とりあえず、まあ、1体ずつ始末していきますか。左から、レオパンチ、アレックスパンチ、こいつはもうちょっと回復に回らんとな。うわー、やばい、つえ。とりあえず倒せることは倒せるけど、つえな。ちょっと待って、回復したりをやんないと。ライフキット、ウルトラマンは攻撃しときたいかな。よしよしよし、バルカン。ウルトラマンがもうやばい。仮面ライダーウィザードも攻撃に入ろう。ショットランサーが強えんだ。まあ原作通りといえば原作通りだな。 OK。 いずれこいつらも雑魚敵として出てくるんだろうな。あ、ありがとう。あなたたちもしかして。うわー、ダギールスだ。よくもよくも私の部下を倒してくれたな。あらてか、待って、あいつはダギールス、エビルエスなんかよりずっと。許すわけにはいかない。うわぁ、なんだ、その程度か。グハ、
部下の敵取らせてもらうぞ。させるか。何？おー、 F91 クロスボーンバンガードが、う、 F91 か。あの顔どこのガンダムだ。いやー、音楽これか、いいな。ダギールス落ちろ。どいてくれよ、邪魔なんだよ。やるぞ。これでどうだ。めっちゃベスは連発してます。当たってくれ。やらなきゃこっちがやられる。うう、だがこれ式のことで。あれ、ボルジャーノンだ。はっはっは、そこまでだな。敵の増援。クロスボーンバンガードの機械人形め。お前も機械人形だろう。わ、ボルジャーノンまで。ボルジャーノン味方なのか。おのれ、さすがに状況は不利だ。撤退する。待てー、ボルジャーノン、深追いは危険よ。ああそうだな、ありがとう、助かった。よかった、クロスボーンバンガードの連中手強いから。カプルも無事で何よりだ。ええ、最初はこの人たちが助けてくれたのよ。そうだったのか。僕は F91 ミリシャに参加しているガンダムだ。俺たちはボルジャーノン、同じくミリシャの主力部隊だ。俺は仮面ライダーウィザード、またの名を指輪の魔法使いってとこかな。俺はゴッドガンダム、よろしくな。俺は太陽の子、仮面ライダーブラック RX。 俺はウルトラマンレオだ。ところで一つ聞きたいんだが、敵はネバーってやつらじゃないのか。よく知ってるな。確かに敵の本体はネバーだ。クロスボーンバンガードは別組織だけど、武力面で協力しているようなんだ。ネバーを知っている。あ、お前らもしかしてオーズの仲間か。オーズを知っているのか。知ってるも何も。ボルジャーノ、ここは危険だ。話は駐屯地でしよう。皆さんもミリシャの駐屯地に案内します。詳しい話はそこで。一方、その頃ネバーの拠点では、クロスボーンバンガードのダギールス様が戻られました。通しなさい。偵察任務から戻りました、ユートピア・ドーバント様。ご苦労でした。すでに報告は受けています。ヒーローにファントム、それに正体不明の異星人、随分と個性的な者たちが集まってきましたね。ま、それだけこのキューブが魅力的だということです。敵対する者たちならば早めに叩き潰しておいた方が良いのでは。そうですね、まずファントムですが、彼らはゲート目当てでしょう。ゲートって何なん。ついでに邪魔なヒーローたちを始末してくれるかもしれません。放っておきなさい。問題はその異星人、もしベリアルの配下のものなら今まともに渡り合うのは危険です。ではヒーローだけでも。私は奴らのために部下を失いました。それは守備隊デナンゾン部隊の役割です。あなたは偵察部隊の役割を十分に果たしました。しかし、そう感情的になっても良いことはありませんよ。感情は処理するものです。どっかの誰かさんと同じこと言ってんな。感情を処理できん人間はゴミだと教えたはずだ。どうしました。いえ、以前同じようなことを上官に言われました。なるほど。我々ネバーとクロスボーンバンガードは協力関係にありますが、あなた方を便利屋などとは思っていません。役割は明確にしましょう。はっ。ヒーローどもが嗅ぎつけたようだな。何、心配することはありませんよ。仮面ライダーエターナル、名前はかっこいい。そうかい。しかしお前がネバーになっているとはな。ネバーの死者蘇生技術に命を救われました。皮肉なものです。気にするな、
過去のことは水に流したはずだ。今じゃお前をどうしたと思っている。感謝します。で、俺はこっちにいなくていいのか。ええ、発掘は私に任せてください。あなたには例の研究を進めていただきたい。わかった、今のうちに戦力を蓄えておかないとな。じゃあ俺は研究所に戻る。あとはよろしく頼んだぜ。ゴッドガンダムたちはミリエ社の駐屯地へ案内された。おお、いっぱいいるボルジャーノン隊長、君たちか。オーズの言っていた仲間ってのは。カプルを救ってくれてありがとう。ミリ社を代表して感謝する。発掘品も無事でしたぜ隊長。そうか、あとはその中にめぼしいものがあるかどうかだな。今調べさせてます。ミリ社も発掘を。戦力不足を補うためには手っ取り早い方法さ。俺たちはこのキューブに眠る黒歴史のモビルスーツを発掘しながら敵と戦っている。 F91 も発掘されたのか。いや、僕はこの世界に取り込まれさまよっていたところをミリシャに助けられたんだ。助けたのが俺たちで本当に良かったな。ネバーだったら今頃ひどい目にあってたぞ。オーズによるとネバーはある種の生物工学によって死者が蘇生強化された存在らしい。元の世界ではその高い戦闘能力を生かし国際的な傭兵として活躍していたようだ。だがこちらの世界では直接は戦場には現れず眠っている力の発掘や略奪を行っている。これはおそらくネバーという組織がまだ十分な戦力を持っていないということだろう。実際奴らなどただの寄せ集めの集団だ。各世界から強力な駒を揃えつつあるようだが連携がまるで取れていない。攻めるなら今だ。我々ボルジャーノン部隊の鍛錬の成果を今こそ。状況は分かったそれよりオーズについて教えてくれ。ああ、オーズは少し前に敵に襲われているところを救出したのだ。それ以来我々と共に戦っている。今は隠密で敵上の調査に出ているが。オーズの他にはいなかったか。メビウスとダブルオーっていう仲間が。仲間がいるのはオーズから聞いて知っている。だが救出できたのはオーズだけだった。メビウスとダブルオーはネバーに捕らえられて連れて行かれてしまった。なんとかして救出したいのだがいかんせん戦力不足でな。隊長、フラットたちが戻ってきたわ。おお、どうだった。やはりあのマウンテンサイクルのような場所へ行くには恒星山と呼ばれる地帯を突破しないことには無理だ。隠密行動も難しい。怪獣たちが殺気立っている。怪獣同士で戦っているのもいた。そうだ、フラットの言う通りだ。それに怪獣の数も多すぎる。ビースト、お前何してんだ。何って、山であって意気投合したんだよ。フラットは山師、俺は考古学者。俺たちが組んだら最強発掘コンビだぜなあフラット。ああ、とにかく恒星山を越えるにはあの怪獣たちを倒さないことには難しい。ボルジャーノン部隊だけでは不安が残るな。その先のマウンテンサイクルには何があるんだ。石像の遺跡というものがあるらしい。俺はそれが元世界でミリシャの主戦力だったホワイトドールだと踏んでいる。ホワイトドール、またの名をターン A ガンダムっていうんだ。またガンダムか。君たちもネバーと戦うなら協力してくれないか。ターン A ガンダムが仲間になれば戦力は格段に上がる。わかった、一緒に行こう。どの道このキューブを探索するつもりだ。仲間の救出とかけらの回収のために。かけら？リジェスのかけらだ。どこかに埋まっているとかそういう噂を聞いたことはないか。初耳なら。やばいものなのか。ゴッドガンダムはかけらについて説明した。なるほど、そいつは相当危険だな。だが情報がない以上。ああ、まずはターン A を救出しよう。よし、すぐに行動に移そう。ボルジャーノン隊とヒーロー隊は恒星山へ行きマウンテンサイクルへの進行ルートを確保する。フラットとカプルはここに残って防衛を頼む。それから F91、 本作戦はヒーロー隊に加わってくれ。正直言うとお前は俺たちと能力が違いすぎて連携が取りづらいんだ。了解。 F91 いきます。おお、 F91 仲間になりました。あと君は確かビーストって言ったな。
ああ、俺のことはお構いなく、引き続き発掘調査に行くわ。よし、ならば各自準備を済ませ、恒星山の入り口で合流しよう。うん、目的地ね。カップルがいるんだけど、話す。こんなんあるんだ。おお、中継地点ね。じゃあそこに行ってから帰りましょう。オッケー。じゃあちょっと一旦拠点へ戻って、で F91 が仲間になったんで、ちょっとあれですね、パーティー編成を組み直すかどうか、まあ能力次第だけど。速度84めちゃ速いな。攻撃力が弱いな。だってユニコーンも速かったけど、ユニコーンいくつ？ユニコーン70だよ。ウィザードは？ウィザードでさえ65なのに。こいつもそうするとどうなんだろうな。回復系キャラなのかな。攻撃力、エネルギー攻撃力がそんなに強いわけじゃないからな。ゴッドガンダムはめっちゃ強いな。そうだな、とりあえずこのままでいくか。ウィザードなんかそういや覚えたしな。スキルツリー、ウィザードブレイブスキル1、これだ。5 ストライクドラゴンとブレイブスキルレベル3。ストライクドラゴンって何？あ、これか。よしよしよしと。うん、まあこんなもんでいいか。はい、というところで、じゃあ次回は恒星山の探索の方から、やっていきたいと思います。今回はこれで終了します。